みなさん、こんにちは。しおりみチャンネルのしほです。はい、というわけで今回もやっていくんですけども、あのですね、セリアの購入品紹介を見てくれた方はわかると思うんですけど、今回はですね、この机のね、この殺風景なところを、飾っていきたいっていうかわかんないんですけど、はい、飾っていきたいと思います。で、セリアで買ったものはこれだね、このピン、はい、これを何に使うかっていうのは、そうちゃんが持ってるこちらの、近いこちらなんかこういうやつです。これはあのホームセンターでね買ったやつで、はい、なんか自分でこうカスタマイズして、なんか棚とかつけたり、まあ、しょうちゃんが持ってるそれ黒板、はい、黒板をつけたりするやつなんです。はい、そうなんですよ。はい、なんで楽しいと思います楽しいのねで、しょうちゃんどんな風に、まあこれ一つしか買ってないので、ほんとちっちゃい棚なんですけど、はい、じゃあちょっと組み立ててみよっか。そうですね、買ったものなんですけど、はい、この板と、うん、あとちょっとこれね、一回つけたら、試しにつけてみたら外れなくなっちゃったんで、この金具はこの板とセットだったかな、はい、じゃあそれ設置しよっか。そうですね、どうなるかというと、こうやって、あれ逆じゃない、あれ、うん、こうです、こう入れて、そう、ゴーだ。じゃあこっちもつける、斜めにして入れる、そう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 、なるほどね、うん、あ、こんな感じで花が2つ出来上がるって感じですね。はい、そうですね。で、これは黒板、これもなんか上に引っ掛ける感じで、あ、ちなみにこのなんかマグネットも別売りでしたね。はい、はい、めっちゃ強力なんです。これを何、右上につける感じ。そうですね、これこのぐらいでいいか。じゃあちょっとね、ちゃんと、はい、これでもう取り付いた、取り付きました。早っ、こんな上だけ止まってるだけか。そうですね、こんな感じですね、押さえて押さえて、こんな感じです、こんな感じで黒板もつきました。で、一番下のこの空いてるスペースはどうするんですか。ゴムをこうつけたいと思います。このゴムは何ですか。ボールペンとか、うん、本当はメガネとか、うん、あー、あとなんだっけ、缶バッジとか止めたりするのもいいよね。あー、いいかも。じゃあちょっとつけてみましょう。それが2つ、2つあります。はい、どうですか、うん、まあこれはね、すぐね付け替えもできるし、はい、こんな感じでいいですか。いいです。はい、ということで立ててください。はい、じゃあ全部ね、しほちゃん流にカスタマイズしたボードっていうのかな。はい、完成でーす。完成でーす。ということで、じゃあこれをね、ちょっと壁にね付けていきたいと思います。で、はい、ちょうどここに、ちょっとどかしてください。ちょうどね、ここの壁が空いてるので、このしほちゃんが今斜め上を見てるとこ、そこです。そう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 、ここにねつけようと思ってるんだよね。机来た。はい、机来たない、それは分かってるで、前なんかコルクボードとかがあったんだけど、ちょっと重みに耐えきれなくなって落ちちゃった。落ちちゃったんだよね。だ、それを機にちょっと今つけてなくて、でね、ちょっと、ね、この棚買ったので、はい、ちょっとこっちをつけてみようかなと思います。はい、で、あと蓋だね。オッケー、ラスト蓋。オッケー、オッケー。で、2箇所つけました。はい、いいんじゃない。え、ちょっと高さ良くない。嘘、ほら、なんかでも合わせたよね。まあ、一回つけてやってみようか。ちょっとかけてみます。はい、はい、いいですか。うん、どうかな。いきます。はい、こっと、どう。あ、いいんじゃない。いいんじゃない。ちょっと高さ違うけど。ちょっと高さ違うあれ合わせたのにね。はい、ということで完成しました。ちょっとねずれちゃったんだけど、はい、まあいいでしょう。あ、っていうかちょっとここにね紙を入れて修正しました。はい、はい、じゃあちょっと遠くから見ると、ちょっと今机の上汚いんですけど、汚いね。こんな感じです。はい、いいんじゃないですか。まあ、ね、あえてちょっと右寄りに、そうですね、して左もなんかこうできるように
しましたね。はい。で、あんまり遠いとね、黒板とかも描けないし、うん、いいんじゃない？いいね。左は左でまたなんか見つけて描けたり貼ったりできるもんね。はい、そうだね。はい。ということで完成。はい。ということで、じゃあしおちゃんなんかまあとりあえずでいいのでちょっと飾りつけてみましょうか。いきます。3、2、1、どうぞ。じゃーん。まあざっとだけどね、すぐしたんですけどこんな感じになりました。はい、いいんじゃない、かわいい。いいよね、女の子らしく、うん、らしくまあここ黒板なんでここにね、うん、チョークを置いて、はい、で、まあ、時計と、まあ、飾りいちごで、まあここ今ちょっとシャーペンとかかけてるけど何でもいいよね、バッチでもいいしサングラスでもいいし両方ともシャーペン、サングラスここにいっぱいかかってるからねね、こんな感じで、まあ、全体まあ、はい、またここ変わるかもしれないけどこんな感じになりました。はい、どうですか。めっちゃいいです。うん、よくなりましたね。ここ飾ったからさ、机の上もっとシンプルにしてもいいかもね。そうかな、ここに何も置かないでさ、もっとシンプルでこう棚のところに片付けてもいいかも。ママのアドバイスとしてはなんかごちゃごちゃちょっとしちゃってる気がする。でもあれとかだって落とすしさ、奥のところに隙間に落とすわ。まあまたね、机片付けたらね、机紹介ね新たにしてもいいですね。はい。あ、なんか増えましたよ心の絵が増えましたこれなんかチョークでちょっと描いてみてください。一応じゃあ何かって一応チョーク描けるんでしょ。一応描けるよ、消しづらいけど。まあね、バーシー、うん、ほか変になっちゃったけど、うん、大丈夫シフォーって書きました。いいじゃないですか。はい、こんな感じですね。はい、 ということで、はい、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、はい、それではバイバーイ。いいよね。いいですね、最後に正面でこんな感じ、いいですね。バイバーイ、バイバーイすっきりしたかな、さっきより。このちょっと邪魔このね、棚つけた下はちょっとすっきりさせて、ちょっとね、右に左に寄せた感じ、この方がすっきり見える。そう、うん、私さっきの好み本当、うん、まあいいや、とりあえずいろんな形でね、はい、片付けてください。頑張ります。はい、バイバーイ。バイバーイ。